明治大学体育会、ラグビーフットボール部は、関東大学ラグビー対抗戦 A グループに所属する、明治大学のラグビー部である。愛称明治、略称明大、全国タイトル22回及び、全国大学タイトル21回を誇る。また7人制では、ジャパンセブンズ優勝1回、YC&AC ジャパンセブンズ優勝2回、東日本大学セブンズ優勝3回を誇る。 明治大学ラグビー部明治大学で14番目の運動部として1922年に創部された。部のエンブレムはペガサス。重戦車と呼ばれる強力 FW がチームの特徴であるが、黄金期には BK にも好選手を要していた。北島ただ春が1929年から67年間式を取り、彼が言い続けた前へはい言葉に日本選手権1回。 大学選手権13回優勝の名門に作り上げた。名早戦は1973年から2013年まで国立競技場で開催されていた。長きにわたり人気、実力ともに大学ラグビーの中心的な存在であり、特に早稲田大学との対戦は名早戦と呼ばれ日本ラグビー界を代表する伝統の一戦とされる。1969年に 選手の丸刈り性を廃止。1972年度から1982年度まで11年連続で大学選手権決勝進出、そのうち5回優勝している。1990年代には対抗戦、優勝8回、大学選手権、優勝5回、準優勝3回と圧倒的な強さを誇った。2006年3月、部員が騒音を出し続けたため慢性的な、 睡眠不足になったとして、合宿所近くの住民が、明治大学を相手取って医者料を求めた。東京地裁は、明治大学に計45万円の医者料の支払いを命じた。2008年度は、シーズン中盤から終盤にかけて4連敗を喫し、対抗戦で6位となり、24年ぶりに大学選手権出場を逃した。2010年度の対抗戦では全勝で、 名早戦を迎え、12年ぶりの優勝に王手をかけたが、早稲田大学に15の31で敗れ、復活優勝はならなかった。同年度の大学選手権準決勝でも、早稲田大学と再戦したが10から74で完敗した。この74失点は2007年度の対抗戦における71失点を上回り、早稲田大学戦での最多失点となった。 2012年度は大学選手権を含めて100回目となる明け早戦を後半ロスタイムで逆転勝利し、筑波大学、帝京大学と同率ながら14年ぶりの対抗戦グループ優勝を飾った。2013年度は3勝4敗と負け越したが、青山学院大学と同率の5位で大学選手権に出場した。 なお国立競技場改修前に行われた最後の名早戦は、明治が先制するも早稲田に逆転され敗れた。2014年度からは、対抗戦の名早戦は、秩父宮ラグビー場で開催されている。2015年度は名早戦に3年ぶりに勝利し、帝京大学と、同率ながら3年ぶりの対抗戦グループ優勝を飾った。 2017年度は19年ぶりに大学選手権で決勝進出を果たしたが、帝京大学に1点差で敗れた。2018年度は2年連続で大学選手権決勝に進出し、天理大学を破り22年ぶり13回目の優勝を果たした。2019年度は3年連続で大学選手権決勝に進出したが、早稲田大学に敗れた。なおこの試合は、 国立競技場で初めて開催されたラグビーの試合だった。2020大学選手権決勝における名早戦、年はすべて年度。1は瀬田大学と、同率1位につくば大学、帝京大学と、同率1位3慶王義塾大学と、同点両校優勝4大東文化大学と、同点両校優勝5帝京大学と、同率1位。 ノーサイド後に健闘を称え合う秋吉良校の選手、近年のチームの戦績は以下の通り。1大東文化大学と、同点良校優勝に早稲田大学と、同率1位3早稲田大学、筑波大学と、同率2位4筑波大学、帝京大学と、同率1位5青山学院大学と、同率5位6帝京大学と、同率1位7慶応義塾大学、早稲田大学と、 同率28慶応義塾大学と同率3位1975年度の第13回日本ラグビーフットボール選手権大会で三菱自動車京都を37の12で破り初優勝を果たした。下記は東高日本一の試合時におけるフィフティーンである。ありがとうございます。